クリミア橋で8日起きた大規模な火災について、ロシアのテロ対策委員会はトラックが爆発、並走する貨物列車の燃料タンクに引火したとし、橋の一部が崩落したと発表。ロシア当局によると、これまでに3人の死亡が確認されています。複数のウクライナメディアは背後にウクライナ保安局が関与していると報道。ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は火災が報じられた後、これが始まりだ、違法なものはすべて破壊されなければならないなどと SNS に投稿しました。ただウクライナ側が関与したかどうか、政府などからの公式な発表は出ていません。一方、ロシア外務省の報道官は SNS にウクライナ政府の反応はテロリスト的本質を示していると投稿しています。ロシアのプーチン大統領は8日、橋の警戒態勢を強化する大統領令に署名。交通輸送やエネルギー輸送などを保護するためで、情報機関の連邦保安局が担当するとしています。橋ではすでに一部の交通輸送が再開しているということです。ゼレンスキーのネオコンと BS サイドの諦めの悪い奴らに操られているのがバレてしまった。 NATO と米軍の支援で一気に勢力拡大をしたいのだろうが、自身のネオナチは崩壊している。しかし宇宙にロシアとアメリカと日本が一緒に飛行していることで、すでに話はできているアメリカと NATO の支援が得られるかどうか。プーチンもゼレンスキーも G20 に参加するので、折れるしかないが、折れなければ総攻撃で終わりだろう。